さあ、ということで今回もね、エーペックスやっていこうかなって思います。はい、いつも通りアリーナですね。いや、最近生配信でさ、ゴールド帯からプラチナ帯一つの配信でいけるかって企画やったんですよ。はい、まあ、その時ね、ゴールド4の、まあ、半分ぐらい、真ん中ぐらいだったんですけど、9時間やったんですよね。もともと僕って最高で3時間しか配信できない。で、プライベートでもう大体もう3連戦ぐらいしか集中力続かないって人間だから、もう結構大変な企画だったんだよ。でもね、さすがに9時間やったらいけるだろうと。もう9時半から始めて7時までやりましたね。はい、その結果どうなったかっていうと 1.5 しか上がらなかったです。はい、ゴールドの2の3分の1ぐらいのラインまでしかいかなかった。うん、ちょっと自分の能力を呪いたくなったね。うん、いや、こんなひどいかっていうね。あ、いる。あ、逃げた。くっそ、このヒューズのね能力は。そしてこのマップ地味に初めてだな。いや、実は2回目だ。ごめん、嘘ついた。実はさっきこのマップで2人でやった時にね、 3連敗して3試合連続下打ちされたっていう実は3試合連続下打ちされましたね。さあ、どうする。まずい。あー、ミスった。ごめんなさい。あー、まあそうなるわ。なんか殴られたわ殴んなや。びっくりした、びっくり。本当の今ちょっと一瞬画面違うところ見つけたらバーンってやるとびっくりした。なんか悪いことした俺。え、マジで。え、なんか俺悪いことした。もしかして俺のマイク音入ってる。いや、そんなことないな。左下のやつちゃんと入ってね。あのヘッドホンマークついたやが大丈夫なはずだ。うん、いや、それさっきも言ったんだけどさ、俺そう、さっきさ2対3でやってて3試合連続でボロ負けしたんだけどさ、全部下打ちされるっていうね負けた後執拗にババーンってやられた。クソめがやと思って、絶対見返してやるわと思ったらすぐ普通にやられた。うん、見返すことなんてできなかったんだよね。うん、ほら、さあ逃げよう。本当待って、このままじゃ私死んじゃう。なんとか生き延びれないだろうか。俺さっき下打ちされた分にちょっとこの相手に俺ぶつけたいから。そしてなんかすげえ引っかかってる。すんごい引っかかってるわ。あの下打ちされた分は俺今やり返したいから相手が違う。あ、ナイス、ありがとう。あ、相手が違うという。惜しい。いけるんちゃうこれ。ナイス。さあ、なんとしても倒したい。頼むぞ。素晴らしい。あ、勝った。俺なんかしたっけ。さあ行きましょう。だからこのマップ分かりづらいね。ちょっとあんまり難しいかこれ。あ、難しいよな。うん、いや、にしろ本当にね、ちょっとゴールド帯からなかなかプラチナ帯いけない。ちょっとなんかないかね、アドバイス。やっぱ練習するしかないっていう部分ありますよね。危な、死ぬかと思った。危な、いける。危ない、ちょっと。さあ、どうする。あっちにいるね。さあって、ちょっと待って、難しいっすねこれ。レースしたか。生きろ。よし、オッケー。俺何もしてないけどな。何もしてないから助かったぜ。危ない。ごめんごめんごめん。まずい、死ぬわまずい、マジで死ぬわ。さあ、どうする。惜しい。よーし、危なかった
さあ、ということでいきましょうかね。さっきあのね、前回ね、動画出した時にコメントもらったんだけどね、なんかスコープ変えられるよって言われたんですよ。だからスコープが2倍スコープになってますね。なんかずっとさ、紫になったら紫の3倍スコープしかダメなのかなと思ってたんだけど、ちょっとね、視聴者の方に教えていただけましたね。あ、そしてなんかここ買うの忘れてた。あっぶなあっぶね、買うの忘れてたわ今今完全にスコープに聞い取られてて危なかった。死ぬかと思ったわ。先手取られないことが大事だよね、これね。しょうがねえな、撃ったるでいい。もうナックルクラスターもうなくなっちゃった。でも来てるな。よし、俺も同じこと考えるからな。俺もやられたら同じこと考えるから、気持ちはわかる。本当に俺も裏を取るって思うもん。よーし、よかった。たださ、これだけ言っていい？動画なのに全然喋ってねえわこの試合。俺全然喋ってないわこの試合。どうしよう、やばいね。まあとりあえずちょっとエモートします。はい、ちょっとなんか MVP 感出すわ俺MVP 感出しとくわ。唯一のプレイステーション4プレイヤーとして頑張りました。はい、頑張りました。はい。